株温泉早川インターチェンジは、山梨県南駒郡美部町にある、中部横断自動車道のインターチェンジである。計画段階での仮称は、美部インターチェンジであった。このインターチェンジは、進捗活方式で作られる区間の中にあり、六号インターチェンジから富沢インターチェンジの間は、無料で供用されている。インターチェンジの名前の通り株温泉に近く、車で5分程度の場所にある。 また、美濃部町の旧下部町南域及び下山地区、さらに早川町への最寄りインターチェンジであり、赤沢や西山温泉、奈良田温泉、さらには南アルプスの登山ルートへ向かうことができる。1957年4月16日に制定された国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律では、中央自動車道が 現在の富士吉田インターチェンジから小人口を経て、東インターチェンジ付近を通り、そこから赤石山脈を抜け現在の飯田インターチェンジへつながる予定であり、現在の東インターチェンジ付近に富士川インターチェンジが設置されるとされていた。しかしこのルートは、小人口から富士川までの高低差700メートルという急勾配に加え、 標高3000メートルの山々が連なる赤石山脈をトンネル貫通するルートは南高寺が予想され参議院議員の青木和夫が財政的に難しいと判断し説得に回った結果1963年5月に現在の甲府盆地と諏訪盆地を迂回するルートに変更されたこれに対し通過地となる美野部長は当初ルート案の遂行を訴えたが聞き入れられず 富士川インターチェンジは幻となった。それから56年を経て、株温泉早川インターチェンジが開業し、経路は東西から南北へ変わったものの、悲願の高速道路のインターチェンジが開設することになった。中部横断自動車道計画概要、山梨県、2019年2月5日閲覧、IC に観光地名美の部長が提案へ。 中部横断自動車道インターチェンジ名称が決定しました。国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、中日本高速道路株式会社、山梨県、2021年5月9日閲覧。E52、中部横断自動車道新清水ジャンクション、富沢 IC、株温泉早川インターチェンジ六号 i c 二千十九年三月十日十六時三十分に、 開通、国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、中日本高速道路株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ www.ktr.mlit.go.jp スラッシュ記者スラッシュ kouefu0000403、html2019 年2月5日閲覧。e 5 2中部横断自動車道新清水ジャンクション。 富見沢 IC、株温泉早川 IC2019 年3月10日16時30分に、開通、国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、中日本高速道路株式会社、 http://www.c-nexco.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュコーポレートスラッシュ presr oom スラッシュニュースリリース4469 html 2019年2月5日閲覧 e52 中部横断自動車道山梨静岡間全線開通中部横断自動車道南部 IC 株温泉早川インターチェンジ間が令和3年8月29日16時に開通。国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、中日本高速道路株式会社。2021年7月21日閲覧。AB 佐藤健太郎 2015P132。ありがとうございます。